ウェザーニュースのアプリには全国のスポーツ競技場がピンポイントに登録されているスポーツ天気チャンネルがあります。天気アプリウェザーニュースのトップの画面を開いていただき、左下のメニューを選択していただきます。メニュー項目の中の自然季節健康の項目、右側の列の下から2番目スポーツ天気という項目がありますので、タップして中を覗いていきますと、ここから詳しい情報をご覧いただくことができるんですね。ではここからは関東地方、そして神奈川を選択していき、3ページ目の横浜スタジアム見ていきましょう。あ、横浜スタジアム見ていきましょう。ご覧いただきますと、ここからですね、このようにお天気の情報を詳しくご覧いただくことができまして、もっと先まで詳しく見るをしていきますと、もう一回やらせてもらっていいですか。なんでこのログアウトされちゃったのかな、これね。あ、今ね押し方間違えちゃったから、ウェブで見てしまったので、会員のアプリなんですけれども、今ねなんか会員じゃないメニュー開いちゃったみたいな。あ、無料でも見られるから広告が入っちゃったんだ。あのね、収録してたのここごめんなさい、私がちょっと今失敗しましたね、完全操作をねごめんなさい、これどっからやったら編集点でつなげられますかあ、じゃあこっからつなげてもらえますか。これね、やっぱり腕のいいあのスタッフさんが、あのね、やっぱ編集得意なスタッフさんっていっぱいいるんですよ。なのでね、この私が今ねページ失敗したところからもう完璧につなげることができるスタッフさんがいますので、皆さんではね、もう何事もなかったかのようにここでチェックしていただければと思います。では横浜スタジアム見ていきましょう。押していきますと、詳しい横浜スタジアム周辺のお天気の情報をご覧いただくことができまして、もっと先まで詳しく見るをタップしていきます。そうしますと19時からはですね、 0.5 ミリの弱い雨の予想と、ライトスタンド方向に2メートルの風が吹く予想となっており、おうち観戦でも競技場の天気が分かります。アプリウェザーニュースでは全国500カ所の競技場のピンポイント天気がどなたでも無料でご覧いただけます。天気も調べてみんなで応援しましょう。これがね、どんな動画になるのか気になりますね。大変失礼いたしました。ちょっと変なページに行っちゃったので、ちょっとなんとか編集でうまいことつないでいただいて、あの後で動画としてあのアップしていく予定ですので、ウェザーニュースの YouTube チャンネルぜひチェックしてください。スタッフさんの編集技術すごいって思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。本当によろしくお願いします。グッドボタンよろしくお願いします。私も怖くなってきちゃったなちょっと変なページに行っちゃいました収録中のスマホの操作を失敗するっていうね、ちょっと申し訳、本当に申し訳ないんですけれども、はい、スタッフかわいそうというふうに、スタッフかわいそうって思ったそのあなた、応援の意味を込めてチャンネル登録よろしくお願いしますここですごい上がっちゃったらなんか恥ずかしいんですけど、なんかかわいそうみたいな感じでね。